さて、ここからナルコレプシーの原因ということについて少し触れていきたいと思います。チャンネル登録してくださいね。実を言うとナルコレプシーの原因って、まあ、基本的には不明です。残念ながら本当のところナルコレプシーがどういう原因で起こってるかっていうのはまだまだ全然分かっていないんですけれども、実はここ20年ぐらいの医学の進歩の中ですごく大きなナルコレプシーに関しては進歩があったんですよ。それが何かというとですね、オレキシンっていう物質が実はナルコレプシーの発症に非常に大きな役割を果たしているんだっていうことが、まあ、約20年前にですね分かってきたわけですね。で、まあ、初めての方もおられると思うんで、オレキシンという物質についてもちょっと簡単に説明していきたいと思うんですけど、多くの方がね、ナルコレプシーに知っておいていただくといいことかなっていうふうに思うことって、まあ、3つしかないので、この日本人と目覚まし物質と視床下部っていう言葉をね、まあ、少し引っ掛けておいていただいてもいいんじゃないかなと思います。まず、この日本人っていうのでいくとですね、このオレキシンという物質は日本人が発見しました。テキサス大学におられた、お二人の日本人研究者ですね、現在は筑波大学に戻ってこられて、そこでですね、睡眠の基礎的な研究をやってらっしゃる柳沢先生、桜井先生という、まあ、このお二人の先生方によって発見された物質です。これ非常に睡眠の世界では画期的な発見だっていうふうに言われていて、まあ、ノーベル賞候補だっていうふうに言われています。柳沢先生と桜井先生、ぜひね、ちょっと覚えておいていただければいいんじゃないかなとも思ったりします。もう一つ次が目覚まし物質だっていう話ですね。目覚ましです。どういうことかというとですね、目覚まし物質ってね、実はオレキシンだけじゃなくてたくさん物質があるんですよね。まあ、よく知られたもので言うとドパミンとかですね、ヒスタミンとか、アセチルコリンとか、まあ、名前はねマニアックなんでどうしても覚えておかないといけないわけじゃないんですけど、こういうね、まあ、いわゆるこうサッカーチーム、まあ、チーム目覚まし軍団でいうとですね、まあ、スター選手に当たるような物質っていうのが結構あるんですよね。ところがですね、もし僕たちの脳をサッカーチーム、チーム目覚ましっていうふうに例えたとすると、もう一つ絶対ここにはなくてはいけない人物が一人いるんですよ。サッカーチームだと思えばね、いくらスター選手がたくさんいたとしてもサッカーチームには必ず監督が必要ですよね。監督がドパミン君、あそこのゴールの隙間をちょっと狙っていくんだねとか、ここをパスでこうつないでいって、で戦略を練ったりとかですね、そういったことを、マネジメントしていく役割の人間というのは必ず必要になってきます。全体の指揮を取る、そういう人間がいないとスター選手ばかりが集まっていても結局チームは勝てないですよね。実を言うと、このドパミンとかヒスタミンとかアセチルコリンといった覚醒物質にあたる、まあ、チームでは選手にあたる物質を指揮をしている、まあ、指揮官、監督にあたる物質がこのオレキシンっていうものだっていうふうに言われています。なので、オレキシンがそこに分泌されることによって、全体としてドパミンもヒスタミンもアセチルコリンも、じゃあ脳を目覚めさせる方向に動いていこうということで、共同して目覚ましを作っていくことができるわけですね。このオレキシンが脳の中で安定して分泌されていくことによって、目覚めの状態というのが非常に安定化されていくことができるというふうに言われています。この覚醒を安定化させている物質っていうのがオレキシンだっていうふうに言われているわけですね。で、ナルコレプシーでは結局このオレキシンという物質が視床下部で全く作られていない、そういう状態になってしまった病気だっていうふうに言われているわけです。指揮官が不在になってしまっているので、ドパミンとかヒスタミンとかアセチルコリンという目覚ましの物質っていうのが思い思い勝手なままでね、プレイしているような状態になってしまうんですよね。なので非常に覚醒状態、目覚めの状態が不安定になってしまいます。そのことによって全く起きてられないわけではないんだけれども、ついうとうとっていうふうに寝てしまうという、まあ、非常に覚醒が不安定化してしまうというのがナルコレプシーの特徴とも言えるわけですね。で、最後にこの視床下部というお話です。この視床下部の中でオレキシンっていうのを作っている、まあ、オレキシン産生細胞っていう細胞があるんですけれども、そいつがですね、まあ、ここが視床下部ですけれども、まあ、健常の方ではこんな風にこう黒いのがこう神経細胞なんですけれども、これがナルコレプシー1型の方の場合には黒いのがほとんど見えなくなってしまってますよね。だいたい平均すると9割以上オレキシンを作る細胞というのがなくなってしまっている、これがナルコレプシー1型
の脳の状態だということですね。オレキシンの話をしたんですけども、まあ、要するにオレキシンというのは日本人が発見した目覚まし物質で、視床下部で作られるんだけども、その視床下部の中にあるオレキシンを作るための細胞というのがナルコレプシー1型では死に耐えてしまった。オレキシンがなくなってしまうことによって起きてけなくはないんだけども、非常に覚醒が不安定な状態になってしまうと、まあ、そういうね、状態になっているのがナルコレプシーの1型だというわけですね。で、診断の話です。チャンネル登録お願いします。まず一番大事なナルコレプシーの診断の第一歩なんですけども、やっぱりしっかり患者さんからお話を聞いて、ナルコレプシーらしい症状ですね、寝まくるっていう睡眠発作と、笑うと力が抜けるという情動脱力発作と、睡眠麻痺、入眠時幻覚、4つの症状が、少なくともこのうちね、3つ、情動脱力発作以外ですね、3つは確実にあるんだっていうことを丹念に患者さんから聞き取っていく。情動脱力発作っていうのがあれば、もうそれでほぼナルコレプシー1型の診断は確定してしまうわけですけども、ない場合でもですね、せめて他の3つはあるのかどうかということをしっかり問診で聞き取っていくということが診断する上では第一歩になります。とはいえです、とはいえ最近の医学の進歩というのは凄まじいものがありまして、実を言うとですね、もう検査で今一撃で分かるようになっちゃったんですよね。何が分かるかというとですね、オレキシンっていうね、ナルコレプシーの原因物質っていうのを測定することができるようになったんですよ。どんな風に測定するかっていうと、脳脊髄液検査と言いまして、こんな風にですね、腰から針をブスッてこう背中に刺して、脳と脊髄の中を通っている脳脊髄液っていう透明な液体があるんですけれども、それをこう少しいただいて、その中に含まれているオレキシンの量を測定する。で、ナルコレプシーでは視床下部でオレキシンを作ることができなくなっているっていう病気だったので、オレキシンが脳脊髄液の中で測定不能な状態、ほとんど測れないぐらいに、少なくなってしまっていた場合には、それだけでナルコレプシー1型というふうに今は一撃で診断ができるようになっています。まあ、ちょっとですね、痛い検査でもあるし、少し専門的な検査なので、どうしてもこの検査をしないといけない場合には、少し大きめの病院に行っていただいて検査を進めていただくということを、行っていたりします。で、実際にはね、ほとんど今みたいな検査ってしないんですよね。僕たち睡眠の専門施設では、多くの場合脳脊髄液検査ではなくて睡眠の検査っていうのでですね、診断をしていくことが多いです。症状をしっかり聞いて検査結果と統合して、でナルコレプシーらしいかどうかを決めていくと、そういう手順を踏んでいくんですね。私も受けましたって書いてますけどね。どんな検査かっていうとですね、2段階の検査なんですね。で、一般的に言う睡眠の検査っていうと、夜の検査を指すことが多いです。睡眠時無呼吸症候群というね、寝ている間に呼吸が止まる病気の診断に使うことが多いんですけども、睡眠ポリグラフ検査っていうんですが、ナルコレプシーの場合にはこの夜の検査に加えてお昼寝の検査っていうのを繰り返し繰り返しやらせていただくっていうことが必要になってきます。反復睡眠煎じ試験というふうに言っていたりします。この夜の睡眠の検査と昼の睡眠の検査というのがセットになっている、このセットの睡眠検査でナルコレプシーを診断していくということになるわけですね。で、この2つの検査にはですね、それぞれ目的があって、夜の検査の目的というのは基本的にはもう方法たった1つです。夜の検査の目的っていうのは、基本的には眠くなる病気が寝ている間に起こってないかどうかっていうのを見ていきます。ほとんどの場合睡眠時無呼吸症候群ですよね。睡眠時無呼吸症候群、寝てる間に繰り返し繰り返し呼吸が止まることによって、呼吸止まったままだったら死んでしまいますので、寝るから呼吸が止まってしまうわけですから、何度もこう目を覚ますことによって、命をつないでるわけですよね。繰り返し繰り返し呼吸が止まれば、その分だけ目を覚まさないといけなくなるので、寝てるはずがね、全然実際には寝てないという状態が起こってしまうので、睡眠時無呼吸症候群が夜の睡眠で重症のレベルであったりとかするとですね、それだけで昼間の眠気が起こってしまうということもあるので、そういう睡眠時無呼吸症候群がある場合には、睡眠時無呼吸症候群の治療を先にしないといけなくなりますので、まずね、この夜の検査によって無呼吸症候群を否定しておくということが必要になります。で、昼寝の検査の目的は2つあります。1つはね、眠気の測定です。眠気の測定っていうのは
寝てくださいってお願いしてすぐ寝るかどうかという、まあ、いわゆるタイムトライアルで評価をされるわけです。まあこれね、まあ、当たり前といえば当たり前ですよね。で、もう一つあります。それが、レム睡眠の特定って書いてありますね。これはちょっとね、大事な目的になってくるんですけども、ほとんどの方にとっては分かりにくいと思うので、少し補足で説明したいと思います。で、レム睡眠の特定って話をする前に、そもそもレム睡眠って何かって話をしないといけないと思うんですけども、まあ、人間の睡眠にはね、2種類ありまして、レム睡眠とノンレム睡眠っていうのがあるんですよね。で、レム睡眠っていうのはどんな睡眠かというと、まあ、一般的なイメージで言うと、いわゆる夢を見る睡眠ですよね。非常に生々しい現実感のある夢を見る、リアルな夢を見るっていう特徴がまず一つ目の特徴です。で、もう一つですね、夢体験と関係あるのかどうかわからないんだけれども、寝ている間にこう目玉がすごく早くギョロギョロギョロというふうに動きます。見えるかどうかわからないですが、こんな感じですよね。右に左に上に下にこう非常に素早く目玉が動く。この素早く動く目玉のことを、急速眼球運動、ラピッドアイムーブメント、この頭文字っていうのが REM、レムというので、レム睡眠という名前がついてるんですよね。まあ、こういうレムという目玉の動きが見られるという特徴が2つ目の特徴。で、3つ目の特徴が、全身の筋肉から力が抜けてしまう。体が麻痺して動かなくなってしまっているっていう特徴があります。まあ、このことによってですね、夢の中で喧嘩したとしてもですね、頭の中、首の上だけで完結して、実際に喧嘩を始めずに済むということになっているわけですね。まあ、レム睡眠というのは、夢を見る、目玉が動く、体は麻痺しているという、まあ、3つの特徴がある睡眠なんですね。まあ、一応、ノンレム睡眠にも触れておくと、ノンレム睡眠というのは、まあ、大きく発達した僕たちの大脳ですね。そこの睡眠ですよね。大脳を休ませる。で、休ませ始めているところから、すごく深く急速に入っているところまで、浅いとか深いとかっていう区別があったりします。よくね、レム睡眠っていうのは浅い睡眠ですか、深い睡眠ですかっていうふうに聞かれたりするんですけど、レム睡眠に浅いも深いもないんですよね。このノンレム睡眠に大脳の休んでいる程度によって、浅いとか深いとかっていう区別があるわけです。で、まあ、体はね、まあ、浅い睡眠であれば少し動きますし、深い睡眠であればあんまり動かないんですけれども、レム睡眠の時に比べると、まあ、いくらかね、動くことができるというような特徴を持っているのが、ノンレム睡眠ですね。まあ、このレム睡眠とノンレム睡眠なんですけれども、実はこれですね、一晩の睡眠の中で現れてくる順番っていうのがあるんですね。レム睡眠っていうのは、基本的には、寝てすぐには出てこないっていうのが基本なんですよ。寝てすぐ現れるのは、今、後半でお話したノンレム睡眠です。大脳が休む睡眠ですね。最初に浅いノンレム睡眠から深いノンレム睡眠に入って、まあ、すごく深い、なかなか起こせないような、ノンレム睡眠を、まあ、しばらくとっていると、だいたい寝始めて、60分から90分ぐらいすると、急に眠りがスッと浅くなって、このまま目が覚めるのかなっていうふうに思って見ていたら、そこから、目玉がギョロギョロ動き始めて、体から力が抜けて夢を見るというレム睡眠が始まると。で、まあ、レム睡眠もね、まとめて取るわけではなくて、まあ、こんな風にね、ぶつ切りで、まあ、4回から5回に分けて取ることが多いですよね。まあ、一晩こんな風にですね、分かれてレム睡眠っていうのは取るっていうのが基本です。で、ナルコレプシーっていうのはこれで何が起こるかというとですね、実はナルコレプシーでオレキシンが失われると、レム睡眠がコントロールを失います。レム睡眠がコントロールを失うとどういうことからが起こるかというと、本来ノンレム睡眠に邪魔されて寝てすぐには出てこなかったはずのレム睡眠がこんな風に寝てすぐのタイミングに割り込んでくるということが起こってしまうんですね。レム睡眠の割り込みというふうに書いてあるんですけども、こんな風に寝てすぐに起こるレム睡眠と入眠期レム睡眠というふうに言います。実はナルコレプシーの場合には単に寝てしまうというだけではなくって、このレム睡眠というのがのべつ幕なしにいろんなタイミングで出てくる。例えばレム睡眠の特徴の一つに、体から力が抜けてしまうという特徴がありましたよね。あれが寝入りは何起こると、まだ浅い睡眠で周りのことが分かっている状態でいきなりレム睡眠が始まるので、周りのこと分かっているのにこう体に力が入らないっていう金縛りが起こるのも、この入眠期レム睡眠っていうのが起こしている現象なわけです。で、レム睡眠というのは夢を見ますので、寝ようとした時に金縛りが起こると同時に、また半分ぐらい起きている脳の中に
夢の体験がずっとこう流れ込んでくるんですよね。夢の体験というのは非常に奇妙な体験が多いので、あたかも幻を見てたりとか怪奇現象として体験されたりとかする、まあ、先ほどの入眠時幻覚というのもこの入眠キレムというものの現れとして体験されるものだったりするわけですね。で、一番奇妙なのが情動脱力発作という現象なんですけれども、情動脱力発作というのは笑うと力が抜けるっていう現象でしたよね。力が抜けるっていうのはレム睡眠の特徴だったんですよね。実は起きている時にも笑った時にレム睡眠の特徴の一部である脱力する、全身の筋肉から力が抜けてしまうっていう出来事が短い期間だけ起こってしまうのが情動脱力発作。やっぱりこれね、レム睡眠がのべつ幕なしに出てきているというナルコレプシー1型の特徴だったりするわけですね。で、僕たちが昼寝の検査で特定したいと思っているのは何かというと、この寝入りバナに起こってくる割り込みの入眠キレム睡眠というのが何度も何度も昼寝をするたびに繰り返し起こってこないかどうかっていうことを確認したい、まあ、そういう目的があるので実は昼寝の検査をするわけですね。で、昼寝の検査をして、まあ、多くの場合は一回もこの順番飛ばしの入眠キレム睡眠というのは出てこないはずなんですけども、まあ、何かの、偶然で、まあ、1回ぐらいまでだったらこの入眠キレムっていうのが起こることはあるんですけども、それが2回3回4回というふうになってくると、やっぱりこれはこの人寝たらすぐにレム睡眠になりやすい、レム睡眠がコントロールできなくなっている方なんじゃないかなっていうふうに考えられるので、まあ昼寝を繰り返していけばいくほどレム睡眠が現れやすくなってくる場合にはやっぱりナルコレプシーなんじゃないかなっていうふうに疑い始めるっていう、まあそういうね検査がこの昼寝の検査だったりするわけです。で、一応これ基準っていうのがありまして、この睡眠の検査というもの、特にこの昼寝の検査をして5回の寝るまでの時間が8分未満であった場合にはナルコレプシーらしい特徴その1を満たしたということに考えるっていうふうになっています。で、2つ目の特徴が今解説をした順番飛ばしの割り込みのレム睡眠、入眠キレムという睡眠が5回の昼寝のうち2回以上出現した場合にはこれをナルコレプシーというふうに考えるんだっていうふうに僕たちは判断するようになっています。で、そこに脱力発作が加わっているものをナルコレプシー1型というふうに言うわけですね。で、ここでわざわざナルコレプシー1型がプラス脱力発作ですというふうに言ったのは、この2つの検査の特徴を満たしつつ脱力発作がないもののことを検査的にはナルコレプシー2型と呼ぶわけですね。ちょっとね、今のことをまとめるとこんな風になります。ナルコレプシーというふうに診断がついた場合に、脳脊髄液の検査をしてオレキシンの欠乏、まあ、オレキシンがほとんど測れないような状態になるということが確認された場合には、まあ、その後で情動脱力発作があってもなくても1型というふうに診断をすることができます。で、オレキシンを測っていなかったり、あるいはオレキシンの欠乏がなかったりした場合には情動脱力発作というものがあって、先ほどの昼寝の睡眠検査で8分未満で寝てしまって順番飛ばしの入眠キレム睡眠が2回以上現れているという3つの特徴を全て満たした場合のみナルコレプシー1型というふうに言うわけですね。まあ、この両方がないものをナルコレプシー2型というふうに呼ぶわけです。まあ、こんなふうにね、1型と2型というのは今分けられるというふうになっていますね。血液型で分かるんかっていう話ですね。なんかね、ナルコレプシーって血液を調べたら分かるっていうふうに聞いたんだけども、それ本当ですかっていうね、こんな質問ですね。まあ、分かると言えば分かりますし、分からないと言えば分からないんですよ。どういうことかと言いますとですね、血液型とは言ったんですけども、まあ、一般的に僕たちが血液型、血液型って言ってる血液型って、血液の中の赤血球ですね、赤い成分の、血球の血液型を言うんですけども、ナルコレプシーと関係がある血液のタイプというのは、実は白血球の血液のタイプなんですね。赤血球の血液型っていうと、A 型、B 型、AB 型、O 型という4種類っていうのが有名ですけども、この白血球の血液型っていうのはですね、非常にたくさん種類がありまして、1万6000種類だったかな、それぐらい種類があるということが分かっています。で、その中でナルコレプシー1型の方というのはほぼほぼ日本人の場合には 100% もうたった1個のタイプ、
ちょっと難しい言葉ですけど HLA、まあ、HLA っていうのはね白血球の血液型のことですけども HLA DQB1 スター0602っていうタイプの、白血球の血液型を 100% 持ってるんだということが分かっていたりします。あ、 100% 持っているんだったらこの血液型がどうかっていうのを調べればナルコレプシーがどうかって血の検査だけで分かるんじゃないですかっていうふうに思いたくなりますよね。実はそうじゃないんですよね。で、実はこの血液型を持ってるっていうのがナルコレプシー1型であることの条件ではあるんですけれども、逆にですねナルコレプシー1型でなくてもですねこの、0602というタイプの、白血球のタイプを持ってる方っていうのは、まあ、10% 以上日本人の場合にはいるということが分かっているので、このタイプの白血球の血液型だったからといってそれだけでナルコレプシーと言えるわけではない。あくまでねこの白血球のタイプというのは、他の症状であるとか検査の所見がナルコレプシーらしいなっていうことが分かったときに、まあ、確認のために参考所見として調べてもいいというタイプの検査だということを理解していただければと思います。